釣り亀様は釣り具の高価買取販売を行っております。ぜひご相談ください。よろしくお願いします。ちょっと風が強いんですけど、まあ暑いよりはいいかもしれないということで、よろしくお願いします。クドダイ祭り、いよいよ始まりますね。今日はちょっとでかいメンバーがいるんで、うん、怖いな。ちょっと心細いメンバーで頑張ります。とりあえず1枚ですよね。いや、じゃんけんで勝って景品持って帰ります。まあ、2尾重量ということで、はい、ええ、まあ、最低でも1匹は釣りたいですね。頑張ってとりあえず釣ります、はい、どうしましょう、どれぐらい釣りましょうか。今日の意気込みは、今日は宮本ちゃんの15センチを超えるようなチヌを釣ります。はい、この間奇跡的に15あるなしのチヌを釣りました。ですが権量には出させてもらいませんでした。はい、和樹くんが全力で止めました。それは出せないですよ。さすがに25センチ以上は釣ります。頑張りましょう。はい、はい、タカちゃん、とりあえず1枚、はい、権量出したいですね僕も、うん、じゃんけんには行きたくない、行きたくない。とりあえず権量で、はい、1枚頑張ります。はい、まあ謙虚な意気込みですけれども、ぜひ優勝を狙って頑張りましょう。いや、それは無理です。現実的にちょっと無理です。無理か。あのメンバーがちょっとあまりビッグすぎるので、うん、今日は本当に細々と差を出します。はい、了解です。じゃあ結果を楽しみにしてますので、頑張りましょう。おい、頑張ります。よいしょ。頑張って。おはようございます。おはようございます。今日は黒鯛祭りです。はい。はい、吉田さんに密着をさせていただきます。いきなりのアポ取りで。はい。突然の取材協力ありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。いきなり取材させてください言うて何も準備してなかったです。今日はまあ黒鯛、はい、2尾10両と、そうですね、いうことで、吉田さん優勝を目指してますかね。頑張っていただきたいですけれども、はい、今日の意気込みはどうでしょうか。いや、今日昨日グレ釣りしてまして、はい、で今日は地形を見に 、はい、下見に来るつもりだったので、はい、もうがっつりグレ釣りの準備してました、はい、ので急遽カメラ入るということだったので、はい、チヌをちゃんと狙おうと、はい、今準備してやってます、はいはい、気持ちも道具もチヌモードでした。あ、これさ、あ、違う、グレモードか。失礼しました。グレモードでしたもんね。それがまあ黒鯛祭りで、はい、ちゃんとチヌを狙おうと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今は
は、はい、1トラフル玉、黒玉サスペンドの 1.5 号、はい、でハリスがハリスと MG の 1.75 号、はい、太仕掛けに挑戦してます、はい、で、BS 自立の 3B で、うん、はい、ウェイトスイベルの 3B に、はい、ジンタン5号を2つ、はい、60センチ間隔ずつつけてます、うん、でキドメイトなしで、はい、前走でそこまで到達したら這わせるような釣りをして、うん、ピチートで当たり取って、はい、でひとまずやってみてます。はい、はい、餌は、餌はさっきつけてたのはコーン、はい、コーンを2つつけて、はい、練り餌を地元につけて、はい、こんな状態で、うん、重し代わりですね、ミックスしてるんですね。はい、こんな感じで。コーンはあの初めて使うんですか？コーンで釣ったことがないです。あ使われてるけど釣ったことがない。そうです。コーンは希望で釣れるといいな、はい、みんな釣ってるんで。竿は、はい、ごめんなさい、グレザオの1号です。はい、ちょっと朝トラブルがありましたね。そうですね、はい、チヌザオ1本持ってきてたんですけど、はい、まさかのガイドが外れるっていう、うん、トラブルがちょっとショックですよね。そうですね、朝からそういうトラブルがあるとまあまあかなり使い込んでたんで、はい、もう寿命かなと、うん、新しい竿を買いなさいと今日優勝して竿をもらって帰りなさいと、うん、はい、それが一番理想ですね。そうですね、そうしたいですね、はい、グレ竿でしっかりと、はい、取れる魚をかけて、はい、優勝します。はい、仕掛けの投入ポイントは竿2本分ぐらい先になるんですか？そうですね、はい、もう僕このエリア初めてなんで、はい、10人ぐらい同じ場所に一気に上げられたので、はい、皆さん多分地元の方なんでしょうね。いきなり投げられて皆さん同じところ投げられてます。あの辺りがポイントになるのかなと思って同じライン流してます。はい、馬系の方は朝結構巻いてる感じですね。そうですね、朝一しっかりとポイントを作るつもりで、はい、1頭ごとに10発、はい、15発と、はい、コマセの帯を作るような、うん、なるほど、感じで。他のやってらっしゃる選手の方のライン上に合わせて、はい、まあ、今ちょうど潮が左に行き始めてるんですかね、はい、さっきまで右に行ってたんですけど、はい、左に行き始めたら僕が一番潮島なんで、うん、あわよくば。そうですね、餌が流れてきます。そうですね結構隣の方とかもサバ釣ってるんで、うん、どうなんだろうか、うん、かなり水深があるそうな情報だよですね。そうですね、僕も今これ浮き止め糸つけてないんですけど、はい、結構回収の時と巻いてるんで、はい、20メーターぐらいはありそうですね。あー深いですね。深いですね。餌取りがボコボコ釣れるっていう状況じゃないですね。ですね。なんかサバゴが餌取りだっていう情報でしたけれども、はい、今のところサバゴは釣れてないですね。なんですね、釣れ出したら一斉に釣れそうな雰囲気がありますけどねこういう釣り場でみんな並んで釣りしてます。今年の頭に、はい、M1 でこっちの方かな、はい、に来てその時1匹釣れて、うん、その時カンチヌっていうんですかね、はい、2月3月頃だったんで、はい、かなり厳しかったんですけど、はい、なんで今回2度目で、うん、
あさってここで前走スタイルのロケがあるんですよなんでいろいろ地形を見に下見に来てるつもりで、はい、釣りをしたいなと思ってたんで、はい、そのロケはチヌですか？そうですね、うん、そのロケはチヌで片江さんとやる予定なので、はい、いろいろキングとか、はい、使ってみたいなと思ってた、はい、釣りビジョンのそうですね、撮影ですね、はい、前走スタイルの、はい、磯に上がれると思ってたら、うん、まさかの強風で鳩のみという。そうですね結構風強いですね。そうですね、10メーターぐらいは吹いてるんじゃないんでしょうか。どうなんでしょうか。でも今これ背中から風当たってこう、ね、やりやすい角度ではあるんで、はい、向かい風だったらえらいこっちゃですけど。そうですね、10メーターぐらい投げて25回巻いて回収なんで、はい、ね、やっぱ20メーターぐらいあるんでしょうね。うん、餌は残ってきましたか？餌は練り餌は取られて、コーンは 丸残りなんでかじってもいないですね。フグはいなさそうですね。そうですね、うん、さっき針ごと持ってかれちゃったんでフグは、うん、結構練り餌かなりでかくつけるんですね。はい、大きいですね。親指ぐらいですね。はい、つけるなんか餌が大きいと食ってくる魚もなんかでかいイメージがあります。そうですね、うん、なんかやっぱアピールして取り合いしてでかい餌をね、はい、やっぱでかい魚、ちっちゃいの食べて腹満たすよりか、うん、でかい方ですぐお腹いっぱいになるんで。そうですね、でかいのを狙ってるっていう気持ちもあるんですか？そうですね、うん、せっかく真剣に狙うなら、うん、でかいの釣りたいですからね、はい、あとサバがいるのがもう隣見てて、うん、サバ何匹か釣られてるんで、はい、サバの口に入らんぐらいでかいやつをつけて、うん、ホール中に取られちゃうことがないようにしたいなと。なるほど、あと 20m からあるんで、はい、もう早く入れていけるように、うん、そういうのも踏まえてちょっとでかくしてます、うん、なるほど。でかくするだけでサバをかわしつつ、さらに深いところまで仕掛けが入りやすくなるっていうメリットがあるんですね。そうですね、うん、あとは餌が残ってるか分かるんで、はい、きっと、はい、軌道見つけてないんで、はい、当たればこれが、うん、出てくるんですね、はい、走っていくんですね。あんまひったくってくのはサバかもしれないですけどね、うん、でも浮きにも結構しっかり当たり出るんで、はい、浮きのメイトつけてなくても当たりはしっかり出るんで、はい、今浮きがすごい手前に戻ってきてるようですけど、はい、つけ餌自体はもう浮きの方です。なるほど、浮きだけこう手前に来てる感じですね。それは潮の流れが影響してるんですか？いや、多分そのウェイトはつけてるんで、3尾、はい、つけてるんで仕掛け自体は向こうの、ま、手前に引っ張られながら、はい、こう手前に引っ張りながら落ちてってはいるんですね、はい、で今ちょっと仕掛けの入れ方を、はい、ちょっと張りながらこう、うん、ハッチャー糸出してハッチャー糸出してってやってるんで、はい、浮きだけこう手前に寄ってきてる感じですね、はい、で浮き仕掛けっていうようなちょっと真っ正面にこう斜めに落ちてる。なるほど、これ糸もっとダルンダルンにしてると浮きはもっと沖の方で、はい、上潮に乗ってこう多分左に行くと思うんですけど、はい、今ちょっと仕掛け張りながらやってるんで、うん、手前に来てる感じですね。うん、当て状だからじゃあないですね、うん、なるほど。
手元で操作してるんですね。そうですね。本当にサバいないのかな。デリエをつついてるんだったら分かるように、ちょっと糸で当たり取ってたんで。はい。伝わるかどうか、はい、を確認したくて、さっきちょっと張ったり緩めたりしてて、はい、回収する時のリールの巻き方も優しく見えましたけど、これは餌を確認するために。そうですね、あのちゃんとついてるっていうのを確認したくて、はい、この感覚をしっかり確認しとけば、はい、あ、この重みで餌がある、この重みで餌がないっていうのが分かるんで、うん、最初のうちにそれしっかり確認しとけば、はい、もうダルンダルンに糸出しといて、はい、回収するときにちょっと糸巻いて、はい、竿に乗せたときに、あ、餌がない、もう早く回収しよう、うん、餌がある、もうちょっと待ってっていうのができるんで、うんうん、なるほど、効率がいいですね。そうですね、最初のうちにそれを覚えておくと、はい、あとあと誘い入れた時に重みがあるかないかで、はい、誘い入れたけど素張りで誘い入れてもね、釣れないんで、はい、うん、そういうのはやっとくといいですね。うん、吉田さん、釣りを始めたきっかけってどういうことだったんですか。はい、僕は30でスケボー引退、あと、もともとスケボーがっつりやってて、はい、30で引退考えてて、はい、趣味で魚釣りやれるといいなって思ってたんですよ、うん、でどうせやるんだったらね、がっつり真剣にやりたいなと思って、はい、で何釣りをやるかもあんま決めてなくて、はい、たまたま堤防でサビキ釣りやってたら、はい、隣の人が深瀬釣りやってて、はい、でかいチヌ釣ってたんですね、うん、あれ釣りたいな、あのやり方いいなって思って勉強して、はい、独学で最初ちょっとやったんですけど、はい、まあ独学難しいなと思って、うん、どうせやるんだったらもう、ね、トップクラスの人に教わったらすぐ成長できるのは、はい、スケボーでも同じことなんで、はい、フィッシングショーに行って、うん、小松さんナンパしました。ナンパしたんですよ。ナンパしましたね。男が男をナンパする。そうなんです。いいっすよ。まあ、結果どうだったんですか。結果、まあ、広島来たら教えてあげるよっていう感じだったんで、ナンパ大成功。社交辞令でそれ言ってくれたんで、はい、あ、じゃあ来週行きます。早い、行動が早いですね。そうですね、もう社交辞令を鵜呑みに、はい、あの行きました、ね。そしたら、まあ、広島じゃなくてその時期2月3月だったんで、はい、あのまだチヌ、ノリ、グレーの方が釣れてるんで、はい、そのまま四国に行って、うん、1投目で40オーバーのグレ釣らせてもらって、おお、すごい。でそれでドハマりして、うん、そっから毎週のように広島帰って。それが始まりでしたね。あ、じゃあ師匠。そうですね、ですね、はい、うん、小松さん僕の師匠ですね。あ、でそこから、まあ、小松さんもトーナメンターなんで、はい、やっぱ勉強するんやったらトーナメントやった方がいいよって言われて、はい、うん、でなんでですかって言ったら、やっぱり対戦相手の方もね、全国で優勝しようっていうぐらい真剣にやられてるんで、はい、なんでそういう人たちの釣りを見て、はい、学んだ方がやっぱいろんな釣り見て勉強できるんで、うん、ただただその大会自体がね、敷居高いイメージですけど、はい、逆にあの土仙台プラス講習料で参加費が講習料って思ったら、はい、ね、かなり安いなと。なるほど、そういう考え方なんですね。そうですね、なるほど。僕はそういう意図で最初の2年3年は大会が勉強会だと思って参加
して、はい、で相手が困るまで餌の巻き方をして、うんうんうん、で相手がこの中どうやって釣るんかなっていうのを見て勉強してでやりましたね。差を出さない大会もありましたね。あ、そうですか。予選会とかでずっと見てる。あ、そうですか。特にあの背中に名前が入った人とか、はい、ファイナリストって名前が入った大ジャケの人、はい、の時はもうずっと後ろで見てるだけ。あっていうのもやりましたね。あ、やらんのって言われて、あ、じゃあ巻き絵巻きますとか巻きして邪魔する差を出さんの、いや出さないですもう勝つ気というよりか、まあ、勝てるかなっていう、その真剣にやりたいなっていう勝負の時は、はい、もちろん真剣に挑むんですけど、はい、やっぱ自分がやっちゃうと見れないので、うん、でなんであの人この一投をこうやったんだろうとかっていうのもイメージしながら、その次の一投あの人どうやってやるのかなっていうのを想像しながらやることで、うん、やっぱ成長につながるし、うん、なんで大会という名の無料講習ですよね。なるほど、すごいポジティブですねいろんな人に会えますからね、大会行けば、はい、うん、そこで出会いがあって、そうですね、うん、フィッシングショーで出会いがあって大会でいろんな人とつながって、うんうん、でそういう人とプライベートで釣り行くようになって、うん、やっぱね、人のつながりが幅広げてくれるんで。そうですよね。もうこんな九州のエリアにまさか来ると思わなかったですからね。当たったっすね。当たりましたか。あっしゃー、ヒットー、ナイスヒットー、来たよ来たよ来たよ。叩かないですか。よっしゃよっしゃ、チルだチルだ、本命ライス本命。よっしゃー、ナイスゲットー、お見事ですやりましたね。やりましたね。はい、キビレですか。キビレですね。キビレですね。唇、よっしゃー、ナイスゲットー、来ました、イエーイかわいいサイズ、かわいいサイズ、よっしゃー、まず1枚ですね。まず1枚、まず1枚、お見事です。よっしゃ、釣れましたね。釣れましたね、よかったですね。さすがです。でもコーン使ってないんですコーンじゃなかったですね。コーンじゃないですね、レニーでしたねずっと喋ってる間ほったらかしてましたねでもそこの方にはいるってことですね。そうですね。すごい、キビレ初めてかも。あ、そうですか。はい、なんかキビレの方が引くって引きますけどね。全然引かなかったですね叩かないっておっしゃってましたもんね。ですね。なんか、キビレ釣りやってるようなスーッとんかんって上がってきた竿が向かうですか、ね、あ、そうですね。あと1匹で、とりあえずリミットは、そうですね。結構愛知県で釣りするとキビレ釣れるんですよね。あ、そうなんですか。はい、まあ、愛知県は河口域というか、はい、淡水混ざってるんで、はい、尾鷲のエリアはキビレはあんまり釣れないですね。うん、今は仕掛けはそこに入ったイメージですかね。そうですね、もう完全にそこをはわせていて、はい、で浮きがもう明確にプチュッと入ったんで、はい、
で、渡りかなと思って、はい、糸付けを取って、はい、で穂先からどうですかね、矢引きぐらいの糸の当たりを見てると、はい、コツコツっていう風にちゃんと当たりが出てたんで、はい、あ、これチヌだと、うん、チヌか、まあ、サバか、うん、なんか、なんかつついてるなと思って、で合わせて、はい、3泊4泊ぐらい待って、うん、合わせましたね。うん、棒浮きだから浮き止め糸をつけなきゃっていうイメージはこれでなくなりましたね。ないですね。すごい、さすがです。1個は勝ったんですよね。そうですね。でこれやれば根掛かりしたら、はい、下が岩礁帯ってことですよね、はい、で今ずっとやってて根掛かりしないんで、はい、もう砂地だっていうことですよね、うん、ってことはハリスどんだけ長く取っても、うん、ガンダムはどんだけ重くしても根掛かりはしないので、うん、もうそこ這わせるんだったら浮き止め糸逆につけないとか、うん、浮かすなら浮き止め糸つけたとか、はい、もうでも 20m からあるんで、うん、もうフォール中に食ってきたら引っ張ってくだろうし、はい、ホール中に食ってこないでそこまで行ったらもうずっとそこにステイさせて、うん、あんま動かさないようにして、うん、もう魚が加えて引っ張っていくのを待つっていう釣りですね、うん、今棒浮き使ってますけどその理由ってごめんなさいあるんですか。その理由ですか。はい、まあ深いっていうのと、はい、っていうか地形変化理解するんなら棒浮きの方が分かりやすいかな、うん、あと、まあ、鳩なんで、はい、でこれ浮き鳩って言ってこれずっとさっきから揺れてるんですよ、はい、でこの下何もない鳩だと思うんです、はい、ってことは捨て石もないし捨て石がないってことはそこの地形が普通の鳩と違う、うん、ってことはこれイカダと同じだと思って、うん、砂地なのか岩礁帯なのかを理解するのにそこを這わせるんですよ、うん、で、まあ、棒浮きなので 20m、30m 入っても、まあ、ある程度仕掛けをこう立てれるので、はい、当たりを明確に取りやすい、うん、円錐浮きでもいいんですけど、はい、円錐浮きだとあのちゃんと道糸を管理しながらこう構えて見てないといけない、はい、朝一どうしようかなと、ちょっとしたズボラ重宝じゃないですけど、はい、もう行ってらっしゃいの釣りができるように、うん、2列とかでもいいと思うんですよね、はい、あ朝一仕掛けすぐ作らなかったのは考えられてたんですね。どうしようかなっていう。そうですね。どんな感じで行こうかなっていう。そうですね。まあでも大体皆さん缶付き使われてるんで、はい、棒浮きがオーソドックスかなと、はい、で、はい、で 3B の棒浮きにしようと、はい、これで、まあまあ、1時間2時間さっき時計見たけど、あ、1時間終わったって思って、はい、もうあと1時間やってダメだったらちょっと真剣に円錐浮き使って、はい、半誘導沈めの、はい、ちゃんと棚を管理する釣りですね、うん、上から探っていく、うん、釣りやろうかなとは思ったんですけど、なるほど、これで釣れちゃったんでもうこれで行こうかな、うん、感じ。時間割まで決められてたんですね。そうですね。2匹釣ったら今度遊ぼうかなといろいろ試せるんで、はい、とりあえず釣らないと、はい、何しに来たんだってなっちゃうんでまあでも 20m そこにキビルがいるってことですからね。そうですね。であんだけ待ってして当たりが出るっていうことなんで、はい、まあ、あんだけ大きな練り餌つけてもしっかりと食ってくれる、うん、はい、なんで活性は悪くない、うん、一個一個情報つかみながら、うん、次どうやって遊ぼうかっていうこと考えて、遊ぼうかっていう気持ちなんですね。一頭一頭。そうですね。知らないエリアってワクワクしますからね。逆に
スケボーをやられてたっていうのも、はい、まあ、あれも技術ですからね。そうですね、技術を極める、釣りも同じように技術だと思いますね。昨日ちょっとプライベートで大分の方にあのグレッツで遊びに行ってたんですけど、はい、釣り犬の木村信也さん、はい、台湾の木村信也さんと、はい、プライベートで、はい、あの釣りにちょっとお誘いして、はい、ロングハリスの釣りを教わってたんです、はい、まあ、ロングハリスの釣りが、まあ、どんなものなのか、はい、トークライブでは聞いてたんですけど、はい、まあ、実際どんなのか見てみたいし、はい、試行錯誤をするよりかはそれを使いこなしてるトーナメントなんで、はい、しかもバチバチの今のトップトーナメントなんで、うん、なんでその木村信也くんからあの同い年なんで、あ、そうなんですか、はい、いろいろ聞いて、はい、教わりながら、うん、それを、まあ、自分なりに理解していろんなフィールドで使ってみたいなとも思って、はい、やっぱ引き出しの一つとして、はい、個人的に前走スタイルを行ってきて、はい、で今日それを試そうと思ってたんですけど先に棒浮き使ってあの地に移っちゃったんでちょっとこの後ロングハリスで出せたらいいですね、はい、タカちゃんオッス、おいっす、どう釣れてる？渋いっすね、やっぱ渋いわけないやろ、こんなの釣ってこんなん釣って渋いわけないやろ。500達成ででかいね。50あるないないかもしれないですね。50ねえ、いやこれ50、まああるなしやろね。ちょっと細いですね、はたいてしまって。うん、どんな感じ？中層やった？そこやった？もうあの連投して、うん、そこにタッチするぐらいの時にパチパチっと、うん、でも、うん、結構待って、うん、ツンツンすぐぐらいな感じですね。あ、そうですか。はい、聞いたでしょうね、あれだけでかかったら。なかなか楽しかったです。今住まいは三重県だということですけど、はい、遠いところまで行くところはどこまで行くんですか？はい、でもどうすかね、もう九州来るのは当たり前になっちゃったし、はい、当たり前になっちゃったしってちょっとあれなんですけどさらっと言いましたけど、何時間かかるんですか？10時間。うわ、11時間。うわ、半日ですね。そうですね、慣れちゃえ、慣れも怖いもんですね。慣れますね。でも北は山形行ったし。山形、はい、今年は特にあの予選会全部見てみたいっていうので、はい、あの決めて、はい、全部の大会エントリーしたので、はい、そしたらまあ抽選通らんかったら意味ないですけど、はい、うん、よく抽選も通って。おお、山形から、北は山形、南は天草まで全部行きましたね。沖縄以外全部行きました。もう1万キロなんてすぐ行くんじゃないですか？あ、そうですね、行きましたね。でもまあ場所によっては何回か休憩されて行くんですよね。そうですね、まあ、一応あの1ストップ2ストップ休憩して行くんですけど、はい、仕事柄農業なので、はい、あのまあ、朝の収穫だとか、はい、まあ、仕事もあるので、うん、だいたいトンボ帰りが多いです。あ、農業と釣り、はい、通ずるものはなんかイメージがないですけど。あ、でも声なき声を拾うですか、ね、うわ、かっこいいかっこよく言ってみた。かっこいい名言出ましたはず。あ、声なき声を拾う、ね、うん、野菜の声も聞かんと、はい、ね、いい野菜は作れんすから、はい、喋ってくんないんで。そうですよね、なんで聞く耳を立てて。そうですね、気持ちが分かるように心を広くやっぱ細かいところから情報収集、はい、ですね、はい、何かしらこうきっと
郷ごとの代表野菜も、野菜 の, その葉っぱの色だとか、はい、根っこの張り具合だとか、はい、いろんなのを見ながら、いい野菜を出荷するんで、うん、おじいちゃんの受け売りですちゃんと守ってるんですね。そうですね、うん、野菜も声を出してるでねって言いますからね、うん、結構野菜に声なんか話しかけるといい野菜ができるとかって言うじゃないですか。あ、そうですか、うん、あ、本当ですからね。あ、しました。いいじゃん。決まってる。